はようございます。菅崎幹也です。いよいよ今日が選挙戦最終日になりました。本当にスタッフの皆様はじめ多くの皆様方にお支えいただきまして、今日まで来ることができました。今日一日精一杯遊説活動をして、明日の投票日、何としても勝利に向けて頑張ってまいりたい。特に今日は大泉高校同級生であります加藤勝信内閣官房長官も午後6時に石神井公園の北口にお越しいただけます。これを契機にしっかりとさらにですね、柴崎幹也のご支援の輪を広げてまいりたい、そんな思いで一日頑張りますので、ぜひ皆様方のご支援を最終最後まで柴崎幹也とよろしくお願いを申し上げます。これから行ってまいります。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。